健康寿命を伸ばそうというところで、じゃあそのためには今の、岩田市長野地区はどんな状況なのかというお話を私の方から少しさせていただきたいと思います。の岩田市の状況としては、先ほどもありましたが、高齢化率が進んでいるようなのは、特に、他のところよりも進んでいて 30% を超えるよという話がありました。そして、2025年問題とか2040年問題という話がありました。2025年問題というのは、ここのところですね、この高齢化率のところが急激に、世界にまれに見る速さで進んでいった。そして2025年から2040年まではゆっくりとなっていくけれども、ここの高齢化率を高齢者を支えると言われている15歳から64歳までの方たちが2040年までに減少していくスピードが加速するっていうのが2040年問題と言われています。2025年がもう目の前に来ているので、この2040年問題というのが今大きくなっています。そのために健康寿命という言葉が今とてもよくたくさん出ています。じゃあ、先ほどの高齢化率の話も出ましたけれども、岩田市と長野の状況はどうなんでしょうか。こちらが31年3月現在の、人口ですけれども、市全体の、高齢者人口を出していますが、この紫のところと青いところ、紫のところが64歳から74歳、そしてブルーのところが75歳以上になります。市は、大体この辺なんですね。そこからすると豊岡が少し出て、南部中学校地区も小保と長野と天竜に分けてありますけれども、その中でトップは長野なんですね。高齢者の方はが多いということ、高齢者の率が高いというところになります。でも私はあえてここで高齢化率は出していません。なぜかというと、高齢化率って皆さんかあえてそう言われても、この辺の言葉で誰何ってなりませんか。高齢化率を出したとしても、高齢者の人数の方がとても大事だと思って、今の高齢者人口は2262人9月現在でなっていますけれども、この方たちが元気であれば何の問題はない、高齢化率が 高いだろうと何の関係もないと思っています。こちらが長野地区の、年齢構成人口になりますけれども、確かに、高齢化率の話はありましたけれども、これで見ると65歳以上の方たち、紫のところからすると鮫島は移動してきた方、もありますので、鮫島地区は高くなっていますけれども、荒島地区はも高くなっています。全体的に人数も少ないですけれども多くなっていますけれども、先ほどもお話ししましたけれども、この荒島地区の57人の方合わせて、60になりますか、130人の方が元気であれば何の問題もないと思っています。高齢化率よりも高齢者の人口、そして高齢者の方が元気であればいい、そして地域の方でこの130人が元気であるような地域を作ろうという気持ちがとても大事ではないかなというふうに思っています。国は、この健康寿命を2040年までに3年延ばしましょうっていうふうに言っています。そのために活動していきましょうねって言ったのが31年の4月に、そういった話を国がしてきています。長野は早いですね。もうそれがもうすぐに計画をされて今日実行することになっていますので、長野地区は本当に国の中でも最先端を行っているんじゃないかなというふうに思います。そして県が出した資料です。31年の9月に出したお達者度です。これは市町、県内の市町の、比較になっているんですけれども、お達者度は65歳から、どれだけ心身ともに自立した活動的な生活ができるかという平均期間になります。こちらは、岩田市は男性は1位が湖西市、2位が裾野市、3位が清水市、そして4位が岩田市で、65歳からお達者の年数は 18.71 歳と言われています。そして女性は1位が御殿場市で、17位
磐田市が出ています。でこの 22.53 と、御殿場の 22.53 と磐田市の 21.26 そんなに変わらないと思っていますので、大体、男性度としては22ぐらいかなっていうところです。でも男性お元気の方が多いですね。そして、じゃあ健康寿命を長くするためにはどうすればいいかっていうところは、介護の要因、介護にならなければいい、介護にならないようにするにはどうすればいいか、じゃあ介護の人ってどのくらいいるのかなっていうふうに言いますと、これが介護認定率になります。 15.5% 大体、15% ということは100人のうち15人が、介護の状態で、あと85人は元気な人っていうふうに考えることができるかと思います。これが、2025年に向けては少し多くなってくるので、なるべく、この介護認定率を低くするっていうことが目的になっています。じゃあ介護になる人たちはどういう人たちか、介護の原因がにはどういうことがあるかっていうところですけれども、脳卒中が 21%、認知症も同じく 21% くらいで、これだけ合わせると大体3分の1くらいが理由になります。脳卒中にしても認知症にしても生活習慣病を注意するということも大事だよということが言えると思います。そして次に多くなっているのがこちらですね、高齢による衰弱、転倒、骨折、関節疾患ということになります。これらを合わせると大体3分の1くらいになってきています。こちらは筋力の向上、柔軟性の向上というところで、毎日気をつけていただくことで、予防できるというふうになるかと思います。こちらは軽度の認定者の腫瘍疾患ですけれども、軽度要支援1、要支援2の方たちの半分は、関節疾患ということになりますので、いかに筋力トレーニングが大事かというの、毎日コツコツやるのが大事かということがお分かりいただけるかと思います。それでは、岩田市の、健康地図についてですけれども、先ほど生活習慣病がの予防が大事だという話もさせていただきましたが、健康地図として28年度の特定健診のメタボの人たちは岩田市はどのくらい多いのかな、南部地区はどのくらい多いのかなっていうのを見てください。これは静岡県を100とした数字なんですけれども、これ緑だったら、メタボの人が少ない、赤いとメタボの人が多いというところになってきます。南部地区、岩田市全体は割と緑が多いんですけれども、南部地区は男性はあの濃い、ちょっと濃い緑になっています。南部の女性の方は平均ぐらいだねっていうところが分かります。そして、糖尿病の方です。岩田市や岩田市をはじめ、県の西部地域は、糖尿病が多いと言われています。その中で南部地区については、男性の方は大体平均、県の平均ぐらい、平均よりも少ないくらい、そして女性の方は県の平均よりも少し多い方が糖尿病に、糖尿病の血糖値が高いという状態になっています。そして高血圧です。高血圧については岩田市全体としては緑なので安心なんですけれども、なんとこの女性の方ですね、女性は南部の方、高血圧の方、血圧が高めの人が多いよっていうことで、これに関しては南部の方は有識問題ではないかなと思います。これを高齢者サロンだとか、医学の皆さんにお話しすると、南部の人たちって漬物名人が多いのよとか煮物上手が多いのよっていう話もあります。ですので、ぜひ一緒に皆さんで、この高血圧をこれから考えていただければなと思っています。28年度の早食べの人たち、岩田市内の比較になりますけれども、早食べの人たち、早食べをすることによって血糖値がすぐに上がりますので、糖尿病になりやすくなったりしますし、お腹が満腹になる前にたくさん食べてしまうので、肥満になってしまうということがありますけれども、南部地区は早食べの人少ない。そして、夕食後の間食ありというところでも、夕食後に間食するとほっとするし、家族団らんでもあるし、孫との会話もできるしというところで、福利だとか豊岡は多いのかなというふうにも考えていますけれども、南部は、健康習慣としてはいいですね。
夕食後の間食ありっていう方はとても少ない、男性の場合はとても少なくなっています。女性も緑というところで健康習慣としてはとてもいいことだと思っています。そして、最後ですけれども、運動習慣ですけれども、これは多ければ多い方がいいんですけれども、真ん中の岩田市内でも真ん中辺が割と、運動習慣が多いです。そして南部も運動習慣が多い方がたくさんいらっしゃいます。なので、生活習慣としては南部地区はとてもいい習慣になっていると考えています。どんな目的でやってるかというところは、地域で暮らす皆さんが自分らしく健康に過ごしていただくため、健康情報の提供とか健康の確認ということになるかと思います。具体的には、こんな感じでやってます。健康器具による測定として、インボディ測定、骨密度測定、血管年齢の測定などをしています。体の中を知って、そして、日頃やっている活動の、効果、筋肉がどのくらい増えたかなっていうことが確認できるかと思います。健康のお話については保健師、栄養士、歯科衛生士、臨床心理士、理学療法士さんにもお願いしています。そしてやはり個人もとても大事なんですけれども、地域で健康課題を考えたり、個人や地域で健康づくりを考えるきっかけとさせていただいています。こちら南交流センターで10月にやったものなんですけれども、先ほど高血圧が多いよっていうお話の情報提供をさせていただいて、この南交流センターではソルトチェックというのをしました。4枚の紙を、がありまして、そのろ紙を、舌に当てて、どの時点でしょっぱさを感じるかっていうところで、皆さんの舌は濃い味かな、薄味かなっていうところを確認するような、こうお話をさせていただきました。高血圧の予防、薄味の工夫についてみんなでお話し合いをしました。そして試食をして、薄味でも美味しい、そして骨にいいスープの試食もしました。こんな形で健康情報の提供をして、皆さんと一緒に健康を考えて、今日から、役に立つような内容をさせていただいています。そして、出張型としても行っています。岩田市内全域で行っていまして、これは南部地区ですけれども、教輪場で行いました。そしてドッサリーチでも行いました。このドッサリーチですけれども、市内大体、どこの出張待ちの保健室でも60人くらいの、たくさんの方が見えていただけるんですけれども、さすが南部地区、長野地区、素晴らしいんですよ。98名、もう私もヘロヘロなくらいたくさんいらしていただきました。本当にありがとうございました。そして、先ほど子どもの健康相談もするよっていうふうにも町の保健室はやっていますが、南部地区は赤ちゃん相談別、特別枠でやっています。それはとても皆さん関心があるからですね。いつも25人から30人、市内でもとても多く来てくれます。そこの中で主任児童院さん、民生委員さん、ボランティアさんは子どもさんももちろんですけれども、赤ちゃんを持つお母さん同士をつなげてるんです。お母さんに子供が可愛いねとか、子供はこうだよっていうことを教えてあげたり、お母さんこの辺に住んでるからお話ししなよっていうふうにつなげてくれて、お母さんに自信をつけてくれること、そして地域の中でお母さん同士をつなげるという子育て支援をしてくださっています。本当にありがたい、温かい地域だなと思っております。その後の予定もこのようになっておりますので、ぜひ、また回覧等も見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。